皆さんこんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。今日は2020年12月26日土曜日ですね。今日もいい天気です。今日はですね、年末最後の土曜日っていうこともあって、多分商業施設の中にあるお客さんなんかに行くと渋滞というか施設渋滞が予想されますね。皆さん買い物でこれから人手が多くなると思うんですけどね、気をつけていきましょう。昨日もですね、もう夜でしたけど、駅のそばの、人の多いようなところで歩行者と RV 車の事故処理をやってまして、この時期はどうしてもその通常とは違う場所を走ることもあるでしょうし、気をつけないとやっぱいけないですよね。買い物とかいろいろするでしょうから、通常と違うシートの位置ですとか、荷物で横が見えない後ろが見えないっていうこともあるでしょうしね、なおさら歩行者に対して気をつけないと。この時期はもうギリギリ差し迫って事故っていうのも本当嫌ですもんね。で、そんな歩行者対策の一つとしてですね、今多分映ってると思うんですけど、このミラーですね。このミラーはですね、別に助手席のためではなくて、毎日ずっと走っていると、たまにはお届けする機材があったりとか、機材のために左後方を振り向いても全く見えなかったりとかですね、あとは、体調が悪い時とか寝違えて首が振り向けない時とかのために、これは左後方を確認するためのミラーなんですね。大型とかバスにはついてるかと思うんですけれども、どういう時に使ってるかというとですね、これから左折をして歩道をまたいで商業施設に入るよ、駐車場の中に入るよっていう時にですね、歩道を後ろから走ってくる自転車ですとか、もちろん歩行者もですけれども、サイドミラーではフォローしきれてないエリアを映してるっていう状況です。普段首がクイック曲がるときはもちろん目視なんですけども、先ほど申し上げましたように目視しても荷物で後ろ見えない、横見えないとか、体調が悪くて首が振りれないっていうときは、ここさえ見ればですね、とりあえずはその人の有無、自転車の有無が確認できるっていうためにつけてるんですね。これは私本当おすすめだと思います。これだけに頼るというのはちょっと危険なんですけれども、致し方なくて、直接目視できないっていう時にはかなり有用だと思いますね。ホームセンターやカー用品店で1000円しないと思います。凸面鏡ですね、凹面鏡、真ん中が膨らんでて、ぐるっと広角で見えるタイプのミラーを吸盤で貼り付けてるだけですね。何せ歩行者や自転車っていうのは、最近ではもう本当に何て言うんでしょう、ゲリラ的に湧いて出てきてるんじゃないかっていうぐらい、特にピラーに隠れてる人、車とか人とか自転車っていうのは本当いきなり現れてドキッとしちゃいますよね。一旦止まって速度差を作って、時間差を使ってずらすっていうのが一番安全なんですけれども、そうは言ってもやっぱり見えないと不安なので、こういったミラーっていうのは、本当おすすめだと思います。このルームミラーの左横で大体の車、今私の車ですとミラー板もこの位置ですし、乗用車のセダンもこの位置につけてますね。でこのダイハツソニカもその位置でちゃんと、フォローできてますから、そのルームミラーの左横につけると、左折時の、後方から来る歩行者と自転車っていうのがよく見える、おすすめです。さて本日もお仕事の方頑張っていきましょう。運転気をつけて。では